この動画は、ひろゆき様関連の動画を集めた総集編です。非常にマニアックな方向けの動画となっております。アホみたいに長いので、睡眠用や作業用など、ラジオ感覚でどうぞ。今回は、ひろゆき様が批判される理由を、考えてみたいと思います。よくネット上では、ひろゆきはいい加減なことを、適当に言っているやつ、みたいな言説があるじゃないですか。実際その通りだと思います。ただ世間一般の平均的な人間よりは、頭の中に入っている情報量は多いです。彼の話の中で出てくる話題や事柄は、私を含めて世間一般の人が知らないような事柄も、多数含まれています。ひろゆき様は博識ですし、頭の回転も速く、表情が豊かで話も面白いので、見ていて飽きません。好きとは言っていない。ただね、彼には致命的な問題があります。昔からそうなんですが、ひろゆき様は、自分がよく知らない話題についても、ドヤ顔で深く語ってしまうという癖があります。自覚があるのかはわかりません。ただ本人はこの癖を直す気が全くないようです。昔テレビで、国際情勢に詳しい専門家の前で、ひろゆき様がにわか知識を披露していたら、その専門家に一瞬で完全論破されて、その後、ひろゆき様がずっと静かだった。という事案もありました。本人も自分が言うことが正しいとは限らない、とおっしゃっていましたし、切り抜き動画で謎に信者がついていることは、本人も困惑してそうですね。エアプなのは悪いことじゃないんですよ。ただエアプなのに知ったかぶりをして、いろいろ語ると大恥をかく、ということです。ただまあ、あんまり気にしすぎても、何も話せなくなってしまいますし、ひろゆき様のような偏見の多い話し方ではなく、差し障りのないことを語る分には、別にエアプで語ってもいいんじゃないでしょうか、と私は思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回は、ひろゆき、レスバトル最強説が本当なのかどうかについて考えていきます。実際、レスバトルは強いと思うんですよ。特にひろゆき様が論破力を発揮するのは、雑魚の格下が相手の時です。そういう時は余裕でオーバーキルします。昔、ひろゆき様が、ロン毛のおっさんと対戦したじゃないですか。あなたの感想ですよね、という名言が飛び出して、当時煽り画像に使われまくったあの名場面です。あのシーンでは、ひろゆき様が、めちゃくちゃ頭よく見えます。実際頭いいと思うんですが、それは相手があまりにもガバガバだから、というのもあります。あのロン毛の古谷様は実はかなりアレな人物です。詳しくは言いませんが、あの人が書いた記事や活動実態を見てみると、なんとなく察することができるはずです。実際古谷様は嘘はつくし、わけのわからない言いがかりをつけるしで、めちゃくちゃでした。要するに突っ込みどころしかない人物で、ひろゆき様がオーバーキルするのには最適の相手です。あの場面でひろゆきは論破力が高いという印象を多くの人に植え付けたのではないでしょうか。ではひろゆき様が強力な論客と戦った場合どうなるのでしょうか。そういう時、ひろゆき様は大体負けている印象です。これは大体の人が負けると思うので、しょうがないかもしれませんが、テレビで専門家に論破されて静かになったり、FG にボコボコに返り討ちにされたりと、やはり強い論客が出てくると勝てません。ひろゆき様の常套手段である、論点のすり替え、が通用しないからです。というわけで、ひろゆき様はレスバトルが強い、特に格下相手の雑魚戦では無類の強さを発揮する、しかし強い論客にも同じノリで言ってしまうため、敗北してしまう、という印象です。まあ本人が負けを認めていないので、敗北ではないのかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。先日、すごく面白い動画を見つけまして、ぜひ皆様にも見ていただきたいと思い、今回紹介させていただきます。もう見た人も多いかもしれません。ひろゆき様と、経済評論家の常念司様の、対談動画です。12年前に、常念がひろゆきを論破した、とされる動画がネット上で出回っており、その再戦を実現しようという企画です。いやー、本当に見ていて面白かったです。ひろゆき様は世間一般の人間よりは、知識が豊富なのですが、経済分野では明らかにひろゆき様よりも、常念様の方が知識量が多いです。知識量に差があるだけでなく、常念様は議論にも強そうなタイプですし、どう考えても勝てる相手ではありません。お察しの通り、ひろゆき様は常念様に完全敗北してしまいます。敗北というと語弊があるかもしれません。ひろゆき様がいかに適当な知識で、偉そうに語っているかが如実にわかる対談でした。いつも不思議に思うんですけど、なぜひろゆき様はどう考えても勝てない相手と、議論をしたがるんでしょうか。例えば議論を避ける最大の方法は、最初から議論をしないこと、という言葉があります。負け確定の相手に、わざわざ議論を挑む必要はありません。ひろゆき様がいつものように、身振り手振りで、お目目パチパチさせながら喋っている間、常念様が、こいつ何言ってんだ。師匠、みたいな感じで不敵な笑みを浮かべているのが、めちゃくちゃ面白かったです。強キャラ特有の微笑みですね。こらえきれずに笑ってしまう場面では、私も釣られて笑ってしまいました。ひろゆき様はディスインフレとデフレの区別がついていなかったり、価格と物価の違いを理解していなかったり、本当にガバガバでした。ディスインフレとかいう言葉は私も正直知りませんでした。しかし経済について討論しに来るなら、価格と物価の違いくらいは、把握してから来るべきではないでしょうか。またひろゆき様は、常念様が12年前に指摘したところを、未だに間違えて覚えていることも発覚しました。この対談で散々恥をさらしたひろ
博之様は後日、あの対談で自分が言ったことは、10年後くらいにならないと理解してもらえない、などという意味不明な供述をして、ノーダメージアピールをしています。対談動画のコメントを一部紹介させていただきます。博之をサンドバッグに専門家が間違いを正して、解説していくっていい教育コンテンツやな。お笑い番組より笑った。有意義で経済や政治の知識が増える上に面白いとか、定期的にこの二人共演してほしいわ。ひろゆきの得意技は、問題を局地的な視点に持って行って二元論の現地を取るだけど、いちいち論点を整理する加藤さんの視界がすごすぎて、その技が全く使えてない。ひろゆきが勉強不足で話が前に進まないのは素直に謝るべき。加藤がちゃんと論点を明確にして二人を話させようとしてて、めちゃくちゃ視界として有能だな。ひろゆきが懇切丁寧に教えてもらってるだけの動画ではろた。さすがですねって言って一回ひろゆき喜ばせるも、実は皮肉前振りでその後地獄落とすのおもろすぎる。論破王でもなんでもなく何でも知ってる風で極論を出してそれっぽくしてるだけ今回の件でも薄っぺらいのがよくわかる。この二人は相性がいいな。どんどん話をしてほしい笑い。資料抹殺をひたすらついて本質的な話ができないひろゆきは、何年経っても全く成長がないな。やっぱり本当の知識と知性を持ってる人に、言葉遊びでは通用しないってのはよくわかったけど、ひろゆきの展開もすごくて常年さんの丁寧な説明がなければ丸め込まれそうだったう。党のいい他人に勝たされないために勉強って大事。対談動画は概要欄に URL を貼っておきます。勉強にもなるし面白いので、ぜひ見てください。司会の加藤様を評価する意見が多く見られました。爆裂お父さんからよくここまで来ましたね。最後までご視聴ありがとうございました。今回はひろゆき様が論破される光景がなぜ楽しいのかについて考えていきたいと思います。こういうとなんかサイコパスっぽいんですけど、ひろゆき様が常年様に完全敗北した場面を見て、正直私は楽しいと感じました。なぜかわいそうではなく楽しいと思ったのか、その理由を考えてみます。私はひろゆき様のことが嫌いというわけではありません。それでも知らず知らずのうちに彼に対する不快感や不満が自分の中で高まっていたのかもしれません。だからひろゆき様がボロクソに論破されるのを見て、すっきりした爽快感を覚えたのではないでしょうか。ひろゆき様って人類の中でもトップレベルに攻撃的な言動を平気でするんですよ。何々な奴はバカ、何々な奴は頭が悪いといった感じで、とにかく四方八方に攻撃し続けていくスタイルです。大体の炎上系や批判系 YouTuber は毒舌なようで、実はかなり周りに気を使っています。ひろゆき様からはそういう他者に対する気遣いが正直あまり感じられないです。ひろゆき様が格下の論客を容赦なく叩きのめす姿からも、それは明らかです。もちろんそれが彼の長所であり、だからこそ人気が出たことについては同意します。要するに高飛車なお嬢様が暗報してるのを見て興奮するのと同じです。暴論。最後までご視聴ありがとうございました。現在世間ではロシアのウクライナ侵攻の話題で持ちきりとなっております。しかしそんな中ひっそりとひろゆき様がレスバトルで完全敗北を喫していました。こちらをご覧ください。ひろゆき。1994年、アメリカ、ロシア、イギリスがウクライナの安全を保障したので、ウクライナは核を放棄。ロシアの侵攻に対してイギリス、アメリカがウクライナのために何をしてるかを見ると、日本に核はいらないの説得力のなさがわかりやすい。世界最貧国の一つ北朝鮮は核があったので攻撃されなかった。これに対して軍事関係に詳しい JSF 様が反論しています。まず前提が間違い。ウクライナに残っていた ICBM 用の MIRV など、独力での維持などできるはずもなかった。ウクライナの核放棄は規定路線で、もし拒んでいたら国家体制は崩壊していた。ウクライナは核保有国ではない、ただソ連の核が残機されていたに過ぎない。北朝鮮が10年で開発できたものが、ウクライナができないと決めつける根拠があれば、教えてください。まず10年というのが間違い。お話にならない。もうこの流れ、何回見たかわかりません。さらにこれだけではなく、ひろゆき様は桃田直樹様に絡んで、ひっそりと自爆しています。桃田直樹、トランプがアメリカ大統領の座を降りてから、ロシアと中国は好き勝手に振る舞い出した。北朝鮮も再びミサイルを撃ち出した。アフガニスタンも無茶苦茶になった。トランプ敗北との因果関係はない？私にはそうは思えない。ひろゆき、ロシアがクリミアを併合してトランプ大統領が放置してた事実を知らないんですか？ちなみにクリミア併合は2014年です。オバマ政権は2009年から2017年までなので、オバマ政権時の出来事です。まあこれに関してはね、私は間違い自体を責める気はないんですよ。こういう出来事が何年に起きたかなんていちいち覚えてませんからね。ちょっと間違うことなんて誰でもあり得ることです。だからそこは別にいいと思うんですよ。しかしひろゆき様はトランプ大統領が放置していた事実を知らないんですか？とめちゃめちゃ煽っています。これだけ煽っといてそれが間違いでしたとなれば、もう本当に恥ずかしいです。っていうか冷静に議論すればいいじゃないですか。それで間違ってました。ごめんなさい。
って言えばみんな許してくれますよ。なんでこんな煽るんでしょうかね。ひろゆき様は、彼は生まれつき闘争本能が強いのでしょうか。生物が持つ闘争本能を抑えることができず、デスバトルという手段で発散しているのかもしれません。ひろゆき様の言動を見ていると、議論をしていろいろな意見を取り入れたいというよりは、相手を煽ってデスバトルをして、マウントを取りに行くことが多いように見えます。JSF 様との件にしたって、JSF 様が軍事関係に詳しいのは明らかです。軍事関係の知識でマウントを取って、デスバトルを挑んでも、全く勝ち目がないことは誰の目にも明らかです。普通の人は多分しません。私もしませんよ。でもひろゆき様は、なぜか言っちゃうんですよね。デスバしちゃうんですよね。ひろゆき様を救いたいと思いつつも、毎回自爆するのを眺めていることしかできない。そんな自分が無力でなりません。ただひろゆき様はデスバトルで完敗しても、基本的には決して負けを認めませんし、そのことを積極的に発信もしません。そしてまた同じようなことを繰り返すのです。彼の目的は一体何なのでしょうか。もしかしたらデスバトルすること自体が目的なのでは、そう思えてきます。誰かひろゆきガチ勢の視聴者兄貴がいましたら、ぜひ教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。ひろゆき様が、野球に関して、あまりにも適当なことを言っていたので、ちょっと訂正させていただこうと思います。皆様は、33-4、というネタを知っていますか？ひろゆき様は、2010年にソフトバンクが、巨人に対して一方的に圧勝した、と話しています。しかしこれは間違っています。神羅万象、まるまる間違っています。どれくらい間違っているかというと、ボビーオロゴン様と、朝倉未来様を間違えるレベルで、致命的な間違いです。ひろゆき様の主張によると、2010年、ソフトバンク対巨人ということですが、正しくは、2005年、阪神対ロッテです。年代もチーム名も、一つも合っていません。一体どうやったらこんな間違いをするのでしょうか？まだ阪神とロッテの試合であることを覚えていて、年代だけを間違えた。とかならうっかりミスで済むんですけれども、巨人とソフトバンクは一体どこから出てきたんでしょうか？てか33-4ネタって結構有名ですし、野球を普段見ない人でも知っている人は多いはずです。せっかくなのでこの機会に、33-4ネタについて説明します。33-4とは、2005年の日本シリーズで、阪神がロッテにボロ負けして、その負けっぷりがあまりにもボロボロで、ストレートで4連敗した上、4試合の合計スコアが33-4、だったため今でもネタにされています。4試合で33-4ってなかなかないですからね。ちなみに私は阪神ファンなので、深い霧の映像を見るとこの時を思い出して、頭が、となります。また試合前のインタビューで、一般阪神ファン兄貴が、負ける気せえへん、地元やし、とドヤ顔で答えていたこともよくネタにされます。ちなみに2020年の日本シリーズでは、ソフトバンクが巨人にストレートで4連勝して、日本一を決め、その時の4試合合計のスコアは、26-4でした。惜しかったですね。33-4の記録が塗り替えられる日は、果たして来るのでしょうか。誰か早く上書きしてくれメンス。また、ひろゆき様はこんなことも言っています。150キロを投げる選手が、5年間ちゃんと正しい筋トレをしたら、160キロ投げられるようになるじゃないですか。ひろゆき様。一体何を言ってるんですか？嘘つかないでくださいよ。なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですか？たまに事故みたいな感じで、160と計測されることはありますが、日本人でバンバン160投げる投手なんて、ほとんどいないでしょ。最速160なら結構いるかもしれませんが、平均160みたいな日本人投手って、ほとんど存在しないでしょ。佐々木明様や、リリーフの時の大谷翔平様くらいでしょうか？リリーフの時の藤浪でも、確か平均155くらいだったと思います。外国人のクローザーでも、ストレートの平均はそれくらいです。外国人選手でも平均160なんてめったにいません。なんかそういうデータあるんですか？と言われそうなので一応データを確認してみました。2021年シーズンで20イニング以上投げた投手の、ストレートの平均球速はこんな感じです。はい、ご覧のように、上位10人でも平均はこんな感じです。まあこれは別に驚くような結果ではありません。野球を少しでも見ていたら筋トレすれば160いく、なんて絶対に言いませんから。ちなみに上振れた時の最高球速でも、2021年シーズンで160以上を記録した投手は、たった6人しか存在しません。別ににわかでも語っていいと思うんですよ。にわかが語っちゃダメってなると、誰も何も語れなくなってしまいますからね。またちょっと間違うくらいなら誰でもあります。でもひろゆき様の場合は、全然全く知らないのに語っている、という点が問題です。最後までご視聴ありがとうございました。大人気大物インフルエンサーの、ひろゆき様が、意味不明なことを言っているので、皆様にもご紹介します。こちらが彼の発言です。他人に対して教養がない、とか言わないぐらいの教養を、持ち合わせているオイラです。教養は心を豊かにする知識を指します。馬娘の攻略法で幸せになる人や、推しの好みを知ることで幸せになる人もいます。それも教養です。他人がどんな知識で幸せを感じるか、というのを断言するのは不可能です。なので、他人に教養がないという時点で、言葉の意味を知らない人か頭が悪い人です。オイラは頭が悪いという事実は言いますが、教養がないとは言わないです。教養ある心が豊かな人かどうか。
主観なので議論しても無意味で答えはありません。ただの感想です。112や ABC がわからない人は、頭が悪いという客観的事実です。頭の悪い人は違いがわからなかったりします。それってあなたの感想ですよね。笑い、なんかそういうデータあるんですか？笑い、という冗談はさておき、この発言について私がどう思うか、語っていきたいと思います。まず前提として、ひろゆき様の口癖で、〇〇な人は頭が悪い、と彼はよく言っています。まず頭がいい人は、他人に対して頭が悪い、と軽はずみに言わないと思います。私でも他人に対して頭が悪いとは、めったに言わないんじゃないですかね。理解力が低いとかそういう表現なら、時々使うかもしれませんが、他人を煽るとき、自分が言われて最も嫌なことを言う、という説があります。もろもろちんちん、これはケースバイケースで、全ての場合に当てはまるわけではありません。ただひろゆき様は頭が悪いという表現を、結構な頻度で使っているため他人から頭が悪いと言われることを嫌がっている。という可能性も考えられます。もちろんこれって私の感想ですよね。わら、ひろゆき様の主張では、馬娘の公約知識も教養のうち、これは確かにその通りです。しかし一般的に教養というと、そういう意味では使われませんよね。ひろゆき様が言っているのはあまり一般的ではない、辞書の上での教養という言葉の意味です。偶辞書では教養という言葉の意味について、教え育てること、学問幅広い知識精神の修養などを通して得られる、創造的活力や心の豊かさ、物事に対する理解力、社会生活を営む上で文化に関する広い知識、とあります。つまり世間一般で使われる教養と、辞書の上の教養には、若干のニュアンスの差があります。たまに言うんですよね。こういうタイプの人間、あまり一般的ではない辞書上での言葉の意味を、たまたま覚えていて、マウントを取ってくるタイプ。ひろゆき様は、教養という言葉の意味を、少なくとも辞書で1回以上引いたことがあります。頭の良いひろゆき様は、昔得たその知識を頭の中にインプットしており、他人に教養がないという時点で、言葉の意味を知らないか頭が悪い人です、というマウントを取ったのでしょう。このエピソードからも、ひろゆき様は、大変素晴らしい教養をお持ちであることがわかります。ちなみにひろゆき様と過去にバトルを繰り広げた、FG 様はこうおっしゃっています。ひろゆき氏は、私のしていない発言を組織的に捏造して、反論もどきをしてきました。ブログのコメント欄などで匿名の人物に、常軌を逸した攻撃を受けたことはありますが、素性を隠していない人物にここまで、悪質なことをされたのは初めてです。教養が完全に欠如した。嘘を平気でつく人間、と言わざるを得ません。もしかしたらひろゆき様が、FG にこう言われたのを根に持っていた、という可能性もあります。非常に高い教養をお持ちで、頭のいいひろゆき様が、FG に言われたのが悔しくて辞書を引いた。なんていう可能性はゼロだと思います。彼がそんなことするわけないでしょ。でもそういうことでもない限り、わざわざ教養なんていう言葉の意味を、調べたりしないと思うんですがどうでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今をときめく大人気インフルエンサー、ひろゆき様、なぜか有識者みたいな感じでテレビに出ることもあり、その人気はとどまることを知りません。なぜひろゆき様はあそこまで人気になったのでしょうか。そしてなぜ結構適当なことを言っているにもかかわらず、結構な数の信者がついているのでしょうか。今回はその理由を考えていきたいと思います。ひろゆき様には人間的な魅力があるから、というのが信者がつく理由でしょう。身振り手振りが大げさで、お目目をパチパチさせて、最近控えめ、顔を激しく動かしながら喋る様子は、かなり印象的です。この時点でもう普通の人と違いますよね。そして意外と表情が豊かで見ていて飽きません。表情が豊かだと切り抜き動画でサムネ映えします。彼の喋り方は、とてもテンポが良くて聞き心地が良く、理論整然としており、喋り方が頭良さそうに見えます。あくまでそう、見えるだけです。実際にそうとは言っていません。ここがポイントで、とても重要です。実際に頭がいいかどうかは別にして、頭良さそうな喋り方というのが、信者を作る上で結構重要なポイントなんじゃないかなと。これは中井戸様もそうです。前世紀の頃の喋り方なんてすごかったですよ。もういける伝説ですよ。全身カリスマオーラに包まれていましたからね。ちなみに中井戸様の高校時代のインタビュー動画が、発掘されています。URL は貼りませんが、その時点でもうすでに、彼は頭が良さそうな喋り方をしていました。もちろん YouTuber になってから、意識してそういう話し方をしていた可能性もあります。ただ元から人を引きつけるような性質を持っていた、と私は思っています。普通の人が普通の喋り方をしていても、何も面白くありません。人と違うというのはそれだけで印象に残ります。最近では、ひろゆき様の適当すぎる言動が広く拡散され、ひろゆきの言うことは信用できない、みたいな認識がかなり広まりつつあります。ネット上でも、彼がネタにされることが増えました。ネタにはされていますが、ひろゆき様はかなり頭がいいと思いますし、頭の回転が速く、デスバトルにはかなり強いタイプです。また一般人が絶対知らないような知識もありますし、頭の中に入っている知識量は多いです。世間の印象よりは、彼はいろいろなことを知っていると思います。また彼の性質として、失礼なことを平気でずかずか言いまくる、という特徴があります。これは別に批判してるわけではありませんよ。だからこそひろゆき様は人気が出たという話です。なので隠した相手とのレス
スバトルでは、知識量とレスバ能力で圧倒的に格上ですし、その上失礼なことを平気で言いまくるので、ボコボコに論破します。あそこまでやる人は滅多にいませんし、その姿があまりにも印象的なため、論破王とかいうよくわからない称号がついたのでしょう。確かにひろゆき様は隠した相手には無双します。しかし相手がちゃんと知識のある論客だった場合、全く勝負にならないです。これはもう大量に動画があるので、個別の事例をいちいち紹介しませんが、結構恥ずかしい負け方をしているケースも、多数確認できます。しかし本人はその負けた様子を、積極的に信者に向けて発信しません。スパチャでその話を振られたとしても、得意の話術によってパワープレイでごまかします。もうここまで行くとすごいなぁと感心しますね。私は別にひろゆき様のアンチではありません。しかし何度も彼のことを動画にしているあたり、やはり彼に魅力を感じているからだと思います。本当に嫌いだったら動画にしませんから、ひろゆき様に対する私の印象は、頭が良くてレスバトルが強い、けど結構いい加減なことをベラベラ話す、面白おじさん、という印象です。ひろゆき様を神格化するのは危険です。あくまでエンタメとして楽しむのがいいですね。本人も信者のことを内心見下してそうな感じがしますが、どうなんでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。レスバトルの王、ひろゆき様が、なんとかこの自分を論破していたことが、判明しました。ひろゆき様は生命活動の一環として、普段からレスバトルをたくさんしていますが、まさか自分自身を言いまかしてしまうとは、さすがは論破王です。例えばブログは稼げる、みたいなことを言いながら、ブログで稼ぐのは難しいとか言ったり、どっちなんだよ。まあ実際ブログで稼ぐのは難しいと思います。私も高校生の時にブログアフィリエイトをやっていましたが、まあ全然稼げませんでしたよ。ガジェット関連で検索した時や、技術的に困った時などに検索すると、とある人のブログがかなりの高確率でヒットします。そういう風に頭を使ってブログを作らないと、大きく稼ぐのは難しいと思いました。まとめ系のブログですら完全な飽和状態で、今から始めるのは結構大変です。今から一からブログをやるなら、まだ YouTube を一からやる方が可能性があります。あくまで個人の感想ですが、YouTube は当たるとでかいですからね。また投資初心者に株を勧めつつ、別の時には、株をやるのは危険、とか言い始めたり、まあこれは時期によっても変わるので、仕方ないっちゃ仕方ないです。他にも職業訓練校を勧めておきながら、職業訓練校に行こうと思います、という相談を受けたら、それはやめとけと否定したり、タブー入れている人は、後先考えてなくて頭が悪い、みたいなことを言いつつ、日本はタブーに対して厳しすぎる、と言ってみたり、あーもうめちゃくちゃだよ、呆れ、まあ多分ひろゆき様自身も、過去に自分で言ったことを覚えてないんでしょう。その場のノリで適当に喋っていることが、よくわかります。人間なんて、どんどん考えが変わっていくものですから、長年活動を続けていると、矛盾していることを言ったりもするでしょう。それは当たり前のことです。しかし論破王という称号を持つ彼が、過去の自分を論破しまくっている。これはかなり面白いですね。彼の中では自分自身ですら、レスバをする論破の対象になっているのでしょう。ここまで紹介したことは、まだネタで済む話です。ひろゆきまた適当なこと言ってんのか、で済む話です。しかし次は若干ガチめのやつを紹介します。ひろゆき様は以前、FG 様というキレキレのレスバトラーと勝負し、完全敗北を喫してしまいました。サッカー選手の言動の是非について、ひろゆき様がいつものように逆張りをした結果、FG 様含めて、全方位からボコボコに叩かれてしまいました。そこで、すいませんって言っておけばいいのに、何を思ったのかひろゆき様は、自分の負けを認めずガバガバな反論を繰り返します。さらにひろゆき様は、よほど FG 様に対してガチギレしていたのか、FG 様が言ってもいないことを、さも言ったかのように拡散してしまうという、痛恨のミスを犯してしまい、この件についても FG 様から厳しく批判されています。で、ひろゆき様のこんな過去の発言が、掘り返されました。見解を間違えるのは、人間なので仕方ないと思います。間違えてもそれを訂正しなかったり、認められない人の出す情報は、信頼が置けないので、そこを確認するのは大事なことだと思っています。お前じゃい、激怒。まあ正直ね、最初の方に紹介した発言に関しては、まだいいと思うんですよ。だいぶガバガバだけどまだいい？でもこれはあかんでしょ。ひろゆき様、別に訂正しなくてもいいんで、今からでも FG 様に謝った方がいいと思いますよ。謝ろうひろゆき様。信者にも FG に完全敗北してすみません。で謝っとこう。最後までご視聴ありがとうございました。超大物インフルエンサーの、ひろゆき様がまた、ブーメラン発言をしていたので、紹介させていただきます。まず視聴者からのスパチャで、このようなコメントがありました。老子の、知る者は言わず言う者は知らず、という言葉についてどう思いますか？私はこの言葉がよく巷で使われるとき、言葉下手な無知な人間が、饒舌で博識な人間から身を守る、もしくはコンプレックスから生まれた言葉だと、最近思いました。饒舌で博識、なひろゆきさんの考えを、ぜひ教えていただきたいです。この質問に対して、ひろゆき様はこのように回答しました。物事って知れば知るほど、断言しづらくなったりするんですよね。聞きかじった知識で喋っている人の方が、全体像をちゃんと把握してなくて、きっとこれだって思い込んで、断言しちゃったりするので、なので、困るのはすぐ収束するんだ。3週間後にまた
会いましょう、みたいなことを言う人って、やっぱりその知識偏ってると思うんですよね。周りの状況を見ていると、それはないよねってわかるのに、知識が偏っている人ほど断言しちゃうので、そういうところかなと思います。様々な面白発言が切り取られて、ネタにされているひろゆき様ですが、困るながすぐ収束する、という人の知識が偏っている、という彼の主張には私も同意です。しかしですね、聞きかじった知識で喋る人の方が、断言しがち、これに関しては賛同できません。まずこれ、ひろゆき様のことですよね。〇〇な人は頭が悪い、頭が悪い人は〇〇しがち、みたいなレッテル貼りをしまくっていますから、喋るのがゆっくりな人は、頭が悪い、みたいなことも過去に言っています。この発言は二重の意味で面白いです。まず、ひろゆき様はどちらかというと早口なので、これは自分は頭がいい、と暗に言っているようなものだからです。また無知な人ほど断言したがる、と言いつつ、ひろゆき様も似たようなことをしているので、二重の意味で面白いです。仮にひろゆき様の主張が正しいとすれば、レッテル貼りして断言しまくる、ひろゆき様自身が頭の回転が遅い、ということになってしまいます。もちろん実際ひろゆき様は頭いいですよ。あくまで彼の主張が正しいと仮定した場合、ひろゆき様は頭の回転が遅い、ことになるという仮定の話です。過去の自分を論破する男、まさに論破王です。それに断言するイコール無知、という理屈は、成り立たないのではないでしょうか。知識があるタイプの人でも、断言しまくる人っていますよね。それは知識の裏打ちがあるからこそ、断言できるのであって、確かに困るなが3週間で収束、と断言するのは無知かもしれませんが、だからといって断言イコール無知、というのは飛躍しすぎです。これは私の推測なんですが、無知なのに断言するタイプの人って、たまにいるじゃないですか。あれうざいですよね。でもあれってあくまでごく少数、そういう人がいるというだけですよね。ひろゆき様はもしかしたら、そういう人がいるってことを、言いたかったのではないでしょうか。だけども、断言するイコール無知、みたいな若干断定的な言い回しをしてしまったから、正しい意図が伝わらなかったのではないでしょうか。もちろん、これって私の感想ですよね笑い。なんかそういうデータがあるわけではないです。なんか私が思うにひろゆき様は、こういう人いるよねで済むところを、〇〇な人は頭が悪い、みたいな分断を煽る言い方をしてしまうので、最近ネタにされることが、めちゃくちゃ増えたんじゃないかな、と思います。まあ YouTuber とかだと、結構強い言葉をあえて使う人もいますから、もし話題になるためにあえてやっている、というのであればすごく頭がいいですね。最後までご視聴ありがとうございました。ひろゆき様と、ホリエモンこと堀江貴文様が、リングの上で対戦する可能性が出てきて、話題になっています。実業家のホリエモンこと堀江貴文氏が、因縁のもとにチャンネル管理人のひろゆき氏、とのリング上での対戦にゴーサインを出した。重役ホリエモンは、ひろゆきが来るんだったら全然やるよ。あいつ結構体格がいいからねと即答した。堀江氏とひろゆき氏は盟友関係で知られたが、2年前にマスク着用をめぐる餃子事件が起きた際、ひろゆき氏が餃子店主を擁護したのがきっかけで、堀江氏が絶縁宣言するに至った因縁がある。果たし合いは素人同士でも戦えるリングで、因縁ある相手とボクシングやキックボクシングルールで、殴り合うイベントだ。過去には青汁王子こと、三崎優太氏や美濃和氏もリングに立ったことがある。これに対してひろゆき様は、堀江さんがオイラと同じ体重の66キロまで、落とせるなら考えますけど、とツイート。堀江様は、お前が体重増やせや。って話だろが笑い、と返答、絶縁してる割には仲睦まじいですね。またひろゆき様は、堀江さんは90キロくらいあるんで、僕が戦ったら、多分鼻の骨とか折られると思うんですよね。僕と堀江さんは30キロ以上差があると思うので、スポーツとして成立しないと思いますとも話しています。これに対して堀江様は、体重90キロもないから笑い、と返しています。いやそこはどうでもいいだろ、さすがに実現は難しいかな。多分やらないとは思いますけど、ぜひ試合をやってほしいですね。堀江様は視聴者からの質問に対して、ブチ切れて発狂するなど、非常にアグレッシブな人物です。またひろゆき様、45歳男性も、昔キックボクシングとか剣道をかじっていたので、男性1対1で相手が怒っても怖くない、いざとなったらどうにでもなる、などとうらついていたことがあります。さらにこの二人には、以前からの因縁もあると、もうこれ戦うしかないでしょ。戦うためにお膳立てしたとしか思えない、筋書きですよ。やってくださいよ二人とも。まあでも二人とも、もう結構いい年したおっさんなんでね、あんまり無理はしないでほしいですね。二人とも口が回るので、肉体的なバトルではなく、特別ルールでリング上で論破した方が勝ち、という試合でもいいのではないでしょうか。やっぱり自分の長所を生かすべきですよ。っていうか二人とも正直言うと、殴り合いはしたくないんじゃないですかね。どうなんでしょうか。実際この二人が格闘したら、どうなるんでしょうね。ちょっとイメージしてみました。まず堀江様が、開幕からいきなりローキックを放ちます。するとひろゆき様はこう煽ります。なんだろう、いきなりローキックするの、やめてもらっていいすか、笑い、ローキックする人は頭が悪いです。なぜなら最初は慎重に様子見するべきで、まずは相手の出方を伺う人の方が、頭がいいですし格闘技をよく知っています。堀江さんはがっつきすぎなんすよ、試合だからって張り切りすぎです。慣れてないのに無理してローキックしてるのが、丸わかりですよ。すると堀江様は、こう返します。ほんとクソな煽りだよな、お前丸んだ方がいいよ、いきなりローキックしたのは、見てる人を楽しませたいからってんの、見てわからない、お前クソか、
正直楽しそうですね。肉体的な試合ではなく、リング上でのレスバトルでもいいので、なんとか実現してほしいです。っていうか二人とも、この機会に仲直りしましょうよ。本当は仲直りしたいんでしょ。堀江様はわかりませんが、ひろゆき様の方は結構、仲直りしたいと思ってそうに見えますが、二人とも似た者同士なんですから、適当、喧嘩なんてやめましょうよ。ラブ&ピース、愛だよ愛、最後までご視聴ありがとうございました。先日、ひろゆき様が専門家に、ボコボコに論破される動画を見ていて、私はふと思いました。そしてその時、とある衝撃的な新説が、私の頭の中に浮かびました。ひろゆき様は、もしかしたらイケメンなのではないか、という説です。というわけで今回は、ひろゆきみのるはイケメン説、について話していきたいと思います。超大物インフルエンサーで、最近は2割くらい、ネットのおもちゃとかしつつある、ひろゆきこと西村ひろゆき様、どちらかというと、その顔よりも言動が取り沙汰されることが多く、イケメンかどうか議論されること自体がほとんどありません。しかしよく見ると結構イケメンじゃないですか。まあひろゆき様に対してイケメンですよねといったところでこういう反応をされそうですけどね。僕がイケメンなんですか？それってあなたの感想ですよね笑い。なんかそういうデータあるんすか？笑い。イケメンって言われても別に嬉しくないんですよ。そもそも事実として僕イケメンですから、イケメンって言われてもただ事実を言われているだけで、あっそうかくらいにしか思わないっすね。そもそも他人の評価に興味ないですから、他人の価値基準でイケメンと判断されても別に嬉しくもなんともないですよね笑い。もし堀江さんに言われたら結構嬉しいですけど笑。一応本人の名誉のために言っておきますが、これ言ってねえからな。あくまで本人が言いそうなことを私が勝手に想像しているだけなので、まあこの動画自体が半分冗談みたいなものなんですが、実際ひろゆき様の顔のパーツは整っている方だと思います。でもなぜか普段はあまりそう感じない気がします。ひろゆき様の顔をよく見ないと気づかないような気がするんです。それはなぜなのか考えてみました。おそらくですが、ひろゆき様が常に半笑いのにやけ顔だからではないでしょうか。ひろゆき様は常にニヤニヤしていて、ひょいひょいと体をよく動かすため非常に軽薄そうな印象があります。それが悪いって言ってるわけじゃないですよ。あくまで事実としてそういう特徴があるというだけの話です。また生放送中は非常に姿勢が悪いです。おそらくマイクに口を近づけるためか、コメントを読むときに画面を注視しているからでしょう。姿勢が悪いとイケメンでも印象が悪くなります。ひろゆき様のにやけ顔や軽薄そうな謎の動きのせいで、彼のイケメンさが隠されているのではないかとする説です。実際ひろゆき様が口角を下げて表情が固めの写真の時はかなりイケメンに映っています。特に若い頃は。なので真面目モードのひろゆき様はちょっといつもと雰囲気が変わってイケメンオーラが出るのではないでしょうか。私ひろゆき様のファンでもなんでもないので、そんなに熱心に見ているわけではないのですが、なんか真面目モードのひろゆき様を見る機会って私が見る限りではほとんどないんですよね。なんだろう、真面目モードを封印するのやめてもらっていいすか。でもねー、じゃあ軽薄そうにヘラヘラするのを封印してずっと真面目モードでやればいいんじゃないっていうわけでもないと思うんですよ。あのヘラヘラした感じを封印してしまったら、それはもうひろゆき様ではありません。ただの一般男性になってしまいます。やっぱり配信者は映像で姿が映りますから、彼のように表情が豊かでひょいひょい動いている方が見ていて楽しいですし、そっちの方がいいと思います。これは推測になりますが、ひろゆき様が真面目な表情で低めのトーンで落ち着いて話すとものすごいイケメンなんじゃないかと思います。最後にひろゆき様に対して一言言いたい。なんだろう、イケメン隠すのやめてもらっていいすか笑い。最後までご視聴ありがとうございました。今をときめく大人気インフルエンサー論破王ことひろゆき様、当チャンネルでも何度も彼のことを動画のネタにしています。今回はそんなひろゆき様に関するアンケートをコミュニティで実施してみました。質問はひろゆき様のこと好きです、直球すぎて草で、結果はこちらになります。これを見てみろよ。ひろゆき様のこと好き、好き 9%、 嫌い 31%、普通 61%、 好きが 9% と意外と少ないですね。嫌いも意外と少ない印象です。普通と答えた人が最も多かったです。なんとなくうさんくさいイメージはあるものの、嫌いとまではいかない人が多いのでしょうか。ちなみに私は好きです。大胆な告白は男の子の特権。そもそも興味がなければ好きとか嫌いとかそういう感情を持ちませんからね。では視聴者兄貴の反応を一部紹介させていただきます。架空の世界作ってふわふわ議論ごっこしてるの可愛いよね。決めつけで遠回しにただの悪口言ってるとき嫌い、感情論だけの相手に無双してるときと、決めつけで問題に触れてそれに対して専門家がボコボコに論破をし、その後涙目敗走するひろゆきが好き。わかります。ひろゆき様が完全敗北してるところってなんか興奮するんですよね。変態、よくモノマネされてるし、そういうネタとして
としては好き。大晦日のしょうもないお笑い番組のモノマネ芸人が大集合する企画で、突然ひろゆき様のモノマネ芸人が登場して周りにマウント取り始めるところ、くっそ面白かったです。奥さんとの絡み面白いから好き。奥さんにねじ伏せられてるのは好き。ネタとして見るにもシンプルに飽きたし、真面目に見るにも適当なことしか言わないから何も感じない。涙目で早口配送する情けないおじさん好き。有言飛語の擬人化、実際に関わらず端から眺めてる分には論理破綻王の言動は色々と面白いかなと。昔の語録として使われてる頃は好きだった。最近は普通真面目に討論してるひろゆきに興味はないけど、口頭でレスバしてる時は好き。叩いてる大多数の人よりなんだかんだ善行積んでるから好き。ひろゆきの質問を聞かれた時に普通と思った自分に驚いたんだよね。まず巧みな話術で騙されてハマって、そこからよく見るようになると、あれこいつ意外と適当なこと言ってね、隣興味なくなって、でもその頃にはあなたへのおすすめでよく流れてくるようになっちゃったから、たまに目にするようになって、そこで奥さん大好きな意外な一面とか見て好きになった。結論、酒飲んでおっさんが笑顔で喋ってるのは可愛い。タンブラー片手に適当言ってる時のひろゆき好き。ツイッターをツイッターで言ってる時可愛い。好きというか憧れる。場を回す能力とか知識とかすごい。ひろゆき様は話術によるパワープレイで自分が有利な感じに持っていくのは本当に上手ですよね。そういうのが得意な専門家には全く通用しませんけど、普通というかどうでもいいと思ってるのが多数派だろう。専門的なこと聞きたいならひろゆきより専門家に聞いた方が信用できる。なんか可愛いよね。あといろんな豆知識とか聞いてて面白い。でも信用は全くしてないかな。すごくいろいろなことを知っていて頭の回転は早いんですけど、表情とかが少年っぽいんですよね。45歳で少年とはたまげたな。ひろゆき様は自分のことおっさんじゃなくて若者だと思ってそうですけれども、人が意見言ってる時にかぶせてくんの見てて、うわとはなるなう。基本的に興味ないが、ブーメラン芸人としてはちょっと面白い。例外なく自分を含めた全ての人を論破する、まさに論破王。ひろゆき盲信してるの大体中学生くらいじゃね。盲信してる大学生とか結構いそうですよね。ひろゆき様の主張には一部同意できる意見もあったりしますが、良くも悪くも言うことが極端なので、そういう人だと思って話を聞くのが良いと思います。アンケートへのご協力ありがとうございました。今回は久しぶりにアンケートをがっつり拾ってみました。今後も定期的にやっていきたいです。最後までご視聴ありがとうございました。今回は大人気大物インフルエンサーのひろゆき様がとんでもないブーメラン発言をしてしまった件について紹介していきたいと思います。ひろゆき様がサンデージャポンに出演された際、最近発生したとある海難事故についてこのようにコメントしていたそうです。2チャンネル創設者で実業家の西村ひろゆき氏、45月1日サンデージャポン日曜全球54に生出演。北海道知床半島沖で起きた乗客乗員26人が乗った観光船の遭難事故についてコメントした。重役また事故参加前の船舶検査で船長が通信手段を衛星携帯電話から携帯電話へ変更を申し出て受理されていたことが4月30日に分かっている。船舶検査を通過していたことについて、ひろゆき氏は県外の地域で連絡が取れなかったとしても許可したってことであれば国の責任もあると思うんですけどとコメント。また社長が逃げ回っているっていうのがあるんですけど、結局今逃げ切れちゃってるんですよね。本来やるべきちゃんと整備をやってなかった。でも別に刑事上は何の罪もなく逃げられてる状態なので、僕はきちんと逮捕されるべきだと思うんですよね、と試験を述べた。最後には電話が繋がらなくても OK 出した。国土交通省の方にも責任があると思うので、人の命を殺めた以上はちゃんと責任を取るべきだと思ってます、とした。いやー全くその通りだと思います。私も僭越ながら完全に同意です。事件についての詳細は省きますが、未だに社長が逮捕されていないというのはちょっと受け入れられないですね。ちなみにこの件について行列でおなじみの墨田弁護士によると、逮捕というのはある程度容疑が固まった上で逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に行われる。逮捕や拘留には期限があるし、今はまだ容疑を固めている段階。会見もしているし逃げる可能性は低く、今すぐに逮捕される可能性は低い。もどかしいが逮捕まではまだ時間がかかるだろうとのことです。ということで社長が逮捕されないのは制度上は仕方ないようです。気持ち的にはあまり納得できませんけれども。で、ひろゆき様の発言に話を戻すと、彼の言うことは全くもってその通りだと私も思います。しかし何か違和感がありますね。一体何なのでしょうか、この違和感は。そう、ひろゆき様の発言があまりにもブーメランすぎるのです。ひろゆき様が逃げ回っている、結局今逃げ切れちゃってる、ちゃんと法整備をやっていなかった、でも別に法律上は何の罪もなく逃げられてる、きちんと逮捕されるべき。賠償と事故で全然話が違いますけど、ひろゆき様、お前だって逃げ回って結局賠償から逃れてるだろ、いい加減にしろ。ひろゆき本人が過去に払わずに済むのなら払いたくないみたいなこと言ってましたからね。今奥様と一緒にパリにお住まいで、海外に若干かぶれているのもおそらくは賠償から逃れるためだと思います。ちなみにひろゆき様はアベマ TV で賠償金は総額でだいたい30億くらいある。年収は一番良い時でサラリーマンの生涯賃金と同じくらいあったが、実際に支払った賠償金は数十万円程度だけと語っています。めちゃくちゃでくさ、なんでこんなんが許されるんだ。ひろゆき様は日本国内に差し押さえの対象となるような財産を持っていないようです。完全に計画的ですねこれは。もしかしたら海外に
財産を移動させているのかもしれませんが、もし仮にそうだとしても、今の日本の判決では、海外の口座にまで干渉することはできません。場合によっては差し押さえられるケースもありますが、ひろゆき様が元気にレスバトルしているのを見ると、ダメみたいですね。絶望。ちなみに判決による請求権は、10年経てば時効で消滅してしまいます。あれ、これやばくね。なんか10年間逃げ切って、そのままひろゆき様が大勝利。という流れになってしまいそうですね。果たしてこんなことを許してよいのでしょうか。賠償金を支払わずに逃げ回っている45歳の男を、視聴率が取れるからといって、堂々と起用するメディアの倫理観は、果たして大丈夫なのでしょうか。もうひろゆき様という存在自体が、法治国家に対する挑戦だろ。なんだろう、法治国家に挑戦するのやめてもらっていいすか。笑い。最後までご視聴ありがとうございました。今をときめく大人気大物インフルエンサーひろゆき様、そんな彼ですがまた完全敗北してしまったようです。ライブドアニュースの呂布カルマがひろゆき氏を論破、ニューヨークこれがディベートという記事から引用します。ラッパーの呂布カルマがひろゆきを華麗に論破し、スタジオメンバーが大盛り上がりする一幕があった。重役コア表は得するは損するのテーマで、呂布は得するの立場を選択し、こんな怖い顔なのにこの人まともなんだと凡庸のビジュアルよりもコア表の方がプラスの査定になると明言。この主張を聞いたひろゆきが、最初からジャニーズ系みたいなイケメンでラップ上手ですってやった方がもっと売れている可能性もあると話をすり替えようとするも、それはまた別、もちろんイケメンは得をします。僕が言っているのはコア表が得をするか損をするかではと素早く本題に戻した。学校もぼんやりした顔の先生は舐められる、コア表の先生だときちっとすると呂布が展開すると、舐められることを過剰にダメなことと表現していますけど、とひろゆき、これを受け舐められて得することってありますか。逆にと聞き返し、ひろゆきは僕基本下手に出てるので舐められる側にいた方がいいと思って生活していると主張。しかし呂布はヘラヘラ油断させて懐に入り込むのはマジで詐欺師の考え方と論破し、スタジオメンバーも強い感じたことない間がと大盛り上がり。ひろゆき様の得意技、論点のすり替え、論すりが失敗してて草、論すりが使えないのはかなり痛いですね。飛車角落ちで戦っているようなものです。その後の投票でひろゆき様1票、呂布カルマ様3票で呂布様が勝利しました。アーカイブは無料で見られます。概要欄にリンクを貼っておきます。あと2日くらい視聴可能らしいので、見たい方は早めに見ることをお勧めします。一応投票でもひろゆき様の負けということになってしまいました。でも本人に負けましたよね。で煽ってもそれってあなたの感想ですよね。って逆に煽られそうですね。たった4人だけの投票に何の意味があるんですか。サンプルが少なすぎて全然当てにならないでしょ。もっと投票数を増やさないと、僕が負けたことにはならないと思いますけど笑い、とか本人は言いそうですね。もちろん勝ち負けについては、人によって判断が分かれるところではありますが、ひろゆき様が完全敗北した、ということにしておいた方が面白いので、そうしておきましょう適当。あとなんか知りませんけど、フィフィ様がひろゆき様に票を入れていたのが、ちょっと面白かったです。え、フィフィ様ってそうなんですか。普通の神経をしていたら、こういう風に完全敗北してしまうと、結構落ち込むはずです。でもひろゆき様は、全くと言っていいほど落ち込まないでしょうし、ほとんど気にもしていないと思います。気にしてたらあんな仕事できませんからね。そういう意味ではメンタル強いですよね。どれだけ恥をかいても、集大を晒したとしても、本人が気にしていなければ、ほぼノーダメージということです。このメンタルは見習いたいですね。失敗をして落ち込んでいる人は、一度頭ひろゆきになってみるのも、精神衛生上良いのではないでしょうか。ちなみにひろゆき様は、4630万円の誤送金騒動について、YouTuber やったらいいんじゃない、登録者100万人いくでしょ、と提案していました。なるほど、その発想はなかったです。多分やらないとは思いますけど、実際やればある程度は伸びるでしょうね。ただ100万人いくかは微妙です。動画が相当面白くなければ、多分いかないんじゃないかな。1万人くらいなら確実に行くでしょうね。金盾ならワンチャンあるかも。ひろゆき様は、YouTube 始めたら元取れる、と言ってますが、さすがにそれは言い過ぎです。さすがにそれはないんじゃないかな。私としては、お金を全額返した上で、YouTube 始めるのがいいんじゃないかなと思います。4630万円を返してみた、みたいな感じで、そうすると好感度も上がるんじゃないでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。おい、ひろゆき様、ふざけるな。お前だけは絶対に許さない。という冗談は置いといて、ひろゆき様は、甲子園の全国大会なくしちゃった方がいい、という発言をしました。確かに最近は、小学生の柔道大会が廃止されたりと、世の中の潮目が変わりつつあります。というわけで今回は、ひろゆき様の主張を細かく見た上で、甲子園開催の是非について、考えていきたいと思います。まず、ひろゆき様の発言がこちら。僕、甲子園の全国大会を、なくした方がいいと思うんですよね。高校で優勝校になると、応募してくる生徒が増えるということで、高校で成績を出すことだけのために、雇われているコーチがいるわけじゃないですか。そうすると、選手はそこで選手生命を潰されてもいいから、体を酷使させられて、結果的にプロ野球に行けなくなって、体が壊れちゃう高校生とかっていっぱい出るんです。
全国の舞台、いわゆる青春、みたいなものに興味ないけど、ちゃんとプロになりたい子はユースに入り、一般校に通いながら、放課後サッカーをやりながら、プロに上がっていくということをやっている。野球をやっている子も、全員がプロに入りたいわけではなくて、青春時代で燃え尽きたい子もやっぱりいるので、それはそれで甲子園を残してあげて。燃え尽きたい人がいるんじゃないんですよ。道がそれしかないんですよ。プロのユースの野球チームが甲子園に出ていいとなったら、その後のプロ野球でその子を伸ばしたいと思うから、無茶な肘の使い方をピッチャーにさせないんですよ。でも、高校野球はその高校で終わりだから、もう使い潰そうとなっちゃうので、先の将来があるという指導方針の、チームしか教えちゃいけない、みたいな構造に変えなければ難しいんじゃないかな。なんか高校野球がブームになって、早朝から甲子園に大行列ができるようになったあたりから、急に選手の国試問題について、批判が出るようになりました。実際先発投手の国試はえげつないですし、早急になんとかしなければならない問題です。あんな無茶苦茶な登板感覚だと。肩ぶっ壊れてもおかしくないですよね。しかし単純に試合間隔を空ければよい、という問題でもありません。試合の間隔を空けると遠征費が増えます。そのお金を誰が払うのでしょうか。国試はいけないという人のほとんどが、こういうお金の話をしません。でも高校野球を本気で改革する気があるなら、そういうところと向き合っていかないといけません。クラファンで資金を集めるのも、一つの方法です。炎天下の夏ではなく、秋にすれば多少負担が減るのでは、という意見もあります。これは面白い意見ですね。しかし大会を開催できるほどの、長期休暇は秋に用意できるかというと、難しいかな。夏場なんて立ってるだけで体力を消耗します。そんな中で先発投手が短い登板間隔で、連投するのは危険です。私としては京セラドームで開催するのも、一つの方法だと思います。ドームは空調が効いていて本当に快適です。選手の負担も大幅に減るはずです。しかし高校球児にとっては甲子園が聖地ですから、京セラドーム開催は難しいでしょうね。多分実現はしないと思います。まあどこでやりたいかは球児が決めることですし、甲子園が聖地で特別なのは同意しますが、京セラドームで10年くらい高校野球をやれば、10年後には京セラが聖地になっているはずです。プロに行く人は全体のごく一部です。ほとんどの人はプロ入りすらできません。だから自分の意思で酷使されるのなら、それは他人が止めることではないのかもしれません。ただ指導者が無理やり酷使する、というのはかなり問題がありますので、選手の意思を尊重する風潮が広まってほしいです。あとこれだけは言っておきたいんですが、酷使が深刻なのは、別に高校野球に限った話ではないんですよ。高校サッカーも結構やばいですよ。普通サッカーは1週間に1試合が基本で、1週間に2試合だと結構きついな、という感じなのですが、高校サッカーでは、1週間に5試合が行われることもあります。結構えげつない酷使ですよね。しかしこれが大きく話題になることはありません。なぜなら知らない人が多いからです。大会と授業の日程が被るとダメなので、過密日程は仕方ないところもあります。サッカー以外でもそういうことはあるので、ぜひ高校野球以外にも目を向けていただきたいです。まあでもだからといって、甲子園や高校サッカー選手権をなくせ、という主張はちょっと飛躍しすぎです。小学生ではなく高校生なんですから、自分の意思で判断できますよね。高校生にもなって、いちいち他人に指図されるいわれはないはずです。学生スポーツの国試問題について、いろいろ考えてみましたが、まとまった結論は出ませんでした。取り留めのない話になってしまいましたが、少しでもこの問題に興味を持っていただけたのなら、嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。貴様の動画って面白いよな。お前ひろゆき信者かよ。悪いけど縁切らせてもらいますね。もしひろゆきがお母さんだったらどんな感じなんだろう。お前気は確かか。いきなりどうしたんですか。ちょっと実際にやってみるか。レイヤお前ひろゆきお母さんの役な。私は娘の役するから。え、待って待って、いきなりひろゆきお母さんの役しろって言われても困るんですけど。もしもお母さんがひろゆきだったら。あ、今日も学校楽しかったな。早く帰って宿題しなきゃ。あ、おかえり小林りお。娘のことをフルネームで呼ぶのか。ただいま、お母さん。じゃあ早速宿題してくるから。お前ギャルのくせに真面目かよ。なんかイメージとは違いますね。うるせえな、別にいいだろ。てか今の時代にそういう言い方は良くないぞ。真面目なギャルがいてもいいだろ。私の偏差値1919くらいあるからさ。偏差値が何なのか理解してなさそう。おいこれじゃあ、いつもと一緒じゃねえか。なんかひろゆきっぽいこと言ってみろよ。そう言われても難しいですよ。お前にぴったりの役だろ。さあ自分を信じてやってみろよ。ら今宿題やるって言いましたか。言ったけど、それがどうした。まず家に帰ってすぐに宿題をやる人は、頭が悪いです。いきなりマウント取ってくんなよ。なんで娘にまでマウント取ってんだ。しかも宿題やることにケチつけないでくれよ。それでも親かお前は。宿題ってやる必要あります。頭の良い人は授業中も頭をフル回転して、覚えられることは覚えてますよ。単語の綴りとかも授業中に覚えられるでしょ。与えられたことをこなすのも大事ですけど、それが本当に意味のあることなのか、しっかり自分で考えられる頭がないと、成功できないっすよ。笑い、思考停止して他人
人と同じことをやっているだけだと、やっぱり伸びしろも限られちゃうと思うんですよね。人と違うことをやろうと思うなら、常に常識を疑っていかなきゃいけないと私は思っていて。いやでも宿題はやらなきゃやべえだろ。それくらい常識だぞ。常識って誰が考えたんですか？常識っていうのはあくまでその時代の共通認識でしょ。時代とともに常識や価値観はどんどん変化していきます。そうやって常識にとらわれるのはすごく頭が悪いです。そういう人は自分の殻を一生破ることができずに終わってしまいます。ちょっと親の顔を見てみたいですね、わら。親はお前じゃい。なんだよレイヤーお母さん、やんのか、論点すり替えてないで、言いたいことをはっきりと言えよ。要するにあれだろ、与えられた宿題ばかりやるんじゃなくて、自分で考えて勉強しろって言いたいのか。そうとも言えるし、そうでもないとも言える。いや、ひろゆきそんなこと言わねえから、まあでも与えられたことだけやる。っていうのは良くないかもな。レイヤーお母さんは学生の頃は、宿題やってなかったのか。いや、私は宿題はちゃんと毎日、やってましたよ。やってたんかい。いい加減にしろよお前、言ってることめちゃくちゃじゃねえか。大学を卒業した活動家が、大学は国家権力だから行くな、今すぐ大学を辞めろ、って大学生に説教してたが、それと同じくらいのダブスタじゃねえか。例えが限定的すぎる。数時間を。小林亮、夕飯の準備ができましたよ。熱いフルネーム呼び。今日の晩ご飯は、ハンバーグとサラダと、味噌汁です。わぁ、美味しそう。うん、美味しい。やっぱり、レイヤーお母さんの料理を。最高やな。特にこの味噌汁が美味しいよな。出汁が効いててうまいぜ。味噌汁、今味噌汁がうまいと言いましたか。味噌汁美味しいと思う人は、頭が悪いです。だって味噌汁って美味しくないじゃないですか。それってあなたの感想ですよね。笑い。うるせえ、ぶっ殺すぞらー。おい、ちゃんとひろゆきしろよ。日本人の人って、結構味噌汁が美味しいって、言ってる人が多いんですけど、本当に美味しいなら、世界中でもっと飲まれてるはずなんですよ。なんかそういうデータあるんですか。そもそも私、味噌汁あんま好きじゃないんですよね。日本人はみんな好きみたいな風潮やめてもらっていいすか。じゃあなんで味噌汁作ったんだよ。なんでかって、そやお前、決まってるでしょ。小林リオが味噌汁好きだからですよ。レイヤーお母さん、この後、めちゃくちゃ味噌汁飲んだ。最後までご視聴ありがとうございました。皆様、ひろゆき様はお好きですか？私は大好きです。別に信者でもなんでもないんですけど、やっぱり見てて面白いですよね。別に尊敬してるとかでは一切ないですけど、やっぱりなんか、人を引きつけるカリスマみたいなものを感じます。それが何なのかを考えながら、なんとか言語化できないかと考えながら、ひろゆき様の映像を見ることがあります。それでちょっと思ったことがあるんですが、ひろゆき様が喋っているのを見ていると、なんかちょっと、イラッとしませんか？ブチギレまではいきませんが、若干イラッとする、とでも言いましょうか。彼の話を聞いていると、闘争本能をかきたてられます。どうも、カチレズの小林です。やつ、ひろゆきを見てると、若干イラッとするだって、それって、あなたの感想ですよね。なんか、そういうデータあるんですか？笑い。やったぜ。安心してください。私は何度でも復活しますよ。困惑。ひろゆき様を見てると、なぜ若干イラッとするのか、考えていきます。もろちん若干ムカつくというのは、それが悪いというわけではなく、あくまで私がそう感じているだけであって、ひろゆき様を批判する意図はありません。まず第一に、動きが若干ムカつきます。ひろゆき様って喋ってる時、なんかずっとくねくねしてませんか？しない時もあるんですけど、する時はもうくねくねの勢いがすごいです。まるで振り子のように、体全体がものすごい勢いで揺れています。あの動きは非常に煽りポイントが高いです。あの動きをしながら早口で攻め立てれば、相手は憤死してしまうでしょう。あと、なぜかやたらと、左斜め上を見る癖があります。あれはカメラを見てるのかな？ちょっとよくわからないですけれども、眉をピクッと上げて、つぶらなお目目で斜め上を見た時の、ひろゆき様の一瞬の表情は、かなり煽りポイントが高いです。一瞬なので見落としがちですが、あの表情を高頻度で見せられると、知らず知らずのうちに、イラッとしてしまうかもしれません。あとは声ですね。ひろゆき様は高めの声なので、絶妙に若干イラッとするトーンです。あと喋りのテンポがいいのも、若干ムカつきますね。まるでラップのようにテンポよく、小気味よく喋り続けられると、イラッチが溜まってしまいます。これもう、けなしたいのか、褒めたいのか、わかんねえな。あとは表情ですね。ひろゆき様って、テンション高い時は、なんか常にニヤニヤしてますよね。何がそんなに嬉しいんだ。っていうくらい、楽しそうにニヤニヤしています。ひろゆき様がテンション高い時の動画を、音声ミュートにして、一度見てみてください。めちゃめちゃはしゃぎ回っているように、見えませんか？見た目はおっさんなんですけど、おっさんの中に少年が入ったみたいな。
ただ喋っているだけなのに、もう少年のように無邪気にはしゃいでいます。そういうところも、ちょっと可愛くて、なんかムカつきますよね。特にお目目パチパチさせながら、キョロキョロしているとき、あれはやばいです。もうあの動きを見るだけで発狂してしまいそうです。さて、ひろゆき様を見て若干イラッとしているときに、ぴったりな記事を見つけました。ダイヤモンドオンラインの、ひろゆきが教える、イライラする気持ちを簡単に抑える方法、ベスト1という記事です。有名なアンガーマネジメントの方法は、6秒間我慢することだと言われています。追加となった衝動も、6秒間、ぐっと耐えて深呼吸をすると静まるそうです。重役僕が考える対処法は、とてもシンプルです。イライラするのは、お腹が空いているからです。だったら、ご飯を食べると解決します。とはいえ、まだお昼休みではなかったり、夕食まで時間がある時もあるかもしれません。しかし、頭の中でイライラしてきた、空腹の合図だなと考えることは誰でもできます。そうしたら次は、じゃあ、何を食べようかなと考えをシフトしていけばいいのです。そうしているうちに6秒が経っているはずです。スマホを開いてイライラしたら、すぐに空腹のことを考える。それだけです。そして、食事をしている時や満腹になったら、人間はイライラが静まります。さっきまでイライラしていたことも、なんとなく笑って済ませられるようになっています。なんか的確なアドバイスされて、若干イラッとしました。最後までご視聴ありがとうございました。みんな大好きガーシー様が、なんとあの超大物インフルエンサー、ひろゆき様に、完全敗北してしまいました。ガーシー様の動画が削除され、また動画が削除された。ほんま日本に言論の自由は、存在せんらしいわ。というガーシー様のぼやきに対して、ひろゆき様は、こうツイートされました。詐欺の逃亡犯が、名誉毀損をして金稼いでる動画に、広告を載せたいクライアントが、いるわけないでしょ。YouTube は外国の営利企業で、日本の言論の自由とは無関係。これはグーの音も出ません。発言の9割が間違っている説、も存在する。ひろゆき様による、白身の完全論破です。私はガーシー様もひろゆき様も、二人ともあまりにも嫌いすぎて、逆に一周回って好きなので、この二人のレジェンドが接点を持ったことに、興奮を隠せません。よく考えると、二人とも日本にいたらヤバいので、海外に逃亡している、インフルエンサーなんですよね。そう考えるとこの二人の境遇、なんとなく似てませんか？適当、似た者同士なんですから、仲良くしましょうよ。ガーシー様とひろゆき様の、コラボ動画待ってます。しかし想像するだけで、なかなか地獄のコラボですね。正直ちょっと見てみたい気もします。ガーシー様は今のところ、この件については、反論されていないようです。このまま行くと、ひろゆきに完全敗北した男、という不名誉な称号を、与えられてしまいます。今後ガーシー様が生きるたびに、このことが掘り返されるかもしれません。この件に、NHK 党の立花隆様が、動画で言及されていました。N 国党の方針としては、違法行為や犯罪ではない限り、対応はしない、というスタンスのようです。これも賛否あると思いますが、ガーシー様を擁護しているわけでもなく、一応筋は通っていると思います。立花隆様らしいですね。N 国は、やべえ奴を積極的に受け入れるスタンスで、結構血味猛量ですから。こういうスタンスじゃないと、やっていけないのでしょう。私は N 国の支持者ではありませんが、NHK を破壊してほしいと思っています。なのでガーシー様が行き過ぎて、N 国の活動に迷惑がかかるようなことがあったら、なんか嫌だなーって思います。まあガーシー様を受け入れる時点で、立花様もある程度、そういう覚悟はされていると思いますが、で、スポニチの記事から引用すると、ガーシー様は配信で、このように語っていたそうです。これについて国会議員がやることなのか、違法行為なら暴露に一定の正当性はあるけど、この件は完全なプライベートなのでは、と批判的な声が相次いでいた。重役僕があの動画を上げたことには、もちろん意味があるんです。自分がされたことに対しての、いわゆる警告としてあれを打ち出しました。もちろん4年前であろうが3年前であろうが、関係ないんですよ。重役はいつきり担保が、悪いことしてないなら、謝罪する必要もないし活動休止する必要もないよね。あんなことしたら、自分が他に何かあると認めていることと一緒。重役謝らなかったらええねん。自分が悪くないんだったら、でも彼女は謝ったんでしょ。彼女は休止したんでしょ。それが彼女の思いじゃないの。私が見る限り、きり担保様が休止したのは、体調が優れないからだと解釈しました。元気になったら復帰するとおっしゃっていましたし、ガーシー様は後ろ暗いことがあるから活動休止すると発言していますが、本人の動画も見てないんでしょうね。キリタンポ様がコムドット関連で炎上した時の動画を見たことがあるのですが、あの時もちょっと涙目になっていて、だいぶメンタルに来ている感じでした。今回のガーシーの暴露の件ではかなりきつめの誹謗中傷を受けているそうなので、かなりメンタルに来ていると思います。そもそも仮に後ろ暗いことがあったとして、休止する意味あるんですかね。復帰したらまた晒されるでしょ。この件について柴田様は、キリタンポを救いたい、という動画を投稿されています。柴田様の主張は、政治家は国を良くすることが仕事、今回の暴露は何の意味があるの、弱い女性を丸めているようにしか見えない、普通に生きてた女性を丸めるなよ、という趣旨のことをおっしゃっていました。というわけで、ひろゆき様と柴田様に、完全敗北してしまった、ガーシー様の話題でした。
これ、ひろゆき様の切り抜き動画の、サムネなんですけど、クソ笑った、ブーメランで、自分ごと攻撃していくスタイル、嫌いではありません。最後までご視聴ありがとうございました。ガーシー様と、ひろゆき様による、地獄すぎるバトルに、やや進展がありましたので、皆様にご紹介します。いやーこの二人のバトル、本当に楽しいですね。他人のバトルでここまで楽しい気分になったのは、初めてかもしれません。ガーシー様は、喧嘩するならズームじゃなくて、お互いに顔を合わせてやろうや、ドバイでもいいし、フランスでもいいし、もしくはどこかの国で1対1で話そうや、と挑発。すると、これに対してひろゆき様は、ビビリのおっさんは口だけでしょ。2022年8月21日に、東京大学にいるので、顔出せるものなら出してみてください。逃亡犯だから来れないんでしたっけ、とツイッターで応戦。おっと、これは面白くなってきましたね。まさかこれほど早く、直接対決の可能性が浮上するとは、ガーシー様は一応、どこの国でって言ってますから、ひろゆき様が日本を指定したことは、ガーシー様の言葉に基づいています。さすがは、上げ足を取る天才、この狡猾さは私も見習いたいですね。ひろゆき様は今頃、まるで新しいおもちゃを見つけた子供のように、お目目パチパチさせながら、ニコニコしていらっしゃることでしょう。ひろゆき様、絶対楽しんでますよね。ホリエモンが逮捕された時と、同じくらい喜んでそう。ちなみに火の石を継ぐもの、ガーシー様から、標的にされてしまった、ひろゆき様の奥様は、ツイッターで、奥様はアキレス腱、旦那様はひろゆき、とツイートして、自分の本のアマゾンリンクを貼り、しっかりと宣伝をしていました。騒動に便乗して、自分の本を宣伝していくスタイル。いいぞこれ、ガーシー様もひろゆき信者に、自重宣伝するくらいの、そういう心意気を見せてほしいですね。GMO インターネットグループ代表の熊谷氏は、ネットの有名人たちが、怪獣大戦争見たくなってる、全員知り合いなので、早期停戦してほしい。とツイートしていました。怪獣大戦争は草。実はこの騒動について、私はずっと思っていたことが、一つあるんですよ。ホリエモンが、アテンドしてきたら、さらに面白くなるんじゃないか。と、そんなことを考えていたら、なんと本当にホリエモンが、アテンド、しました。トースポの記事から引用します。ホリエモンこと堀江貴文氏、とひろゆき氏の妻である西村ゆか氏が、ツイッター上で応酬を交わし続けている。まずは11日、堀江氏が旦那をネタにしたキモい本とか出してんだから、一般人じゃねえだろわらわらとツイートしたのに対して、ひろゆき妻は堀江さんの個人的な憎しみとご機嫌で、キモい本呼ばわりされる筋合いはありません。恥を知りなさいと反撃。すると、堀江氏が昨年アパレルブランドを立ち上げた際にひろゆき氏から小馬鹿にされた過去、俺は悲しかったよと明かして、ひろゆき嫁がそれキモい本呼ばわりを言うならブーメランだろう。ひろゆき夫婦は散々世の中のいろんな人たちを、小馬鹿にして金稼いできたんだろとやり返した。それでも冷静さを失わない西村氏は、あのね、お前の旦那は、低年齢の大人が、お前の母ちゃんでベソみたいな巻き込み構文は、みっともないですよ。私はそのブランドについて、何一つ言及したことはありません。例の嫁とか、対象を広げて見境なく攻撃するのは幼稚です。と論破王の妻らしくバッサリ切り返した。当のひろゆき氏はブランド名で笑ってしまってすいません。と一部謝罪したが、ガーシーさんとか堀江さんとか、オイラをすっ飛ばして、うちの彼女にちょっかいかけてくる現象は何なのだろう、と不思議があった。奥様も結構レスバトル強くて草。ひろゆき様の奥様、全然興味なかったので、今まで知らなかったんですけど、こんなバリバリの武闘派だったんですね。これはもしかしたらガーシー様、喧嘩を売る相手を、若干ミスったかもしれませんね。ホリエモンとひろゆき様は、世界一しょうもない理由で、仲違いしてしまったので、なんとか仲直りしてほしいです。どうせなら東大で直接対談するときに、ホリエモンも乱入してきてほしいですね。収拾つかなくなるぞ。果たしてガーシー様は、本当に東大に来るのでしょうか。私は多分来ないんじゃないかなと思います。来ても来なくても、面白い展開になりそうですね。最後までご視聴ありがとうございました。現在、ひろゆき様と、ガーシー様による、この世の終わりみたいなバトルが、繰り広げられています。現時点での、バトルの進展を、お伝えします。Jキャストニュースの記事から引用します。記事タイトル、ガーシー氏、ひろゆき妻への態度一変、激怒投稿からわずか1日。嫁さん、ええこと言うやん。ガーシー氏とひろゆき氏の言い争いをめぐって、ゆかさんを標的にしたような発言をするガーシー氏に対し、一般人相手は最悪、といった批判が集まっていた。重役ガーシー氏も同日、インスタグラムのストーリーを更新し、堀江氏とゆかさんの言い争いについて言及した。この件に関するニュース記事に対して、それを言うならオタクの旦那も一緒やで、無差別に噛みついとるやん。そこにもいろんな人間関わってるやろ。自分の旦那はどんなことしてもよくて他人はあかん。そんなこと通らんで、あと一般人なら一般人らしくおとなしくしときいな。旦那がやらかしてることもしっかりたしなめて、責任取らしてくれや。と主張し、怒りをにじませた。しかしガーシー氏は12日、再びインスタグラムを更新し、ゆかさんがひろゆき氏に対し、あんたも、あんまり調子に乗ってると次のブレイキングダウンで対戦相手勝手に決めて、前座で出場させるよ、と諌めたツイートについて投稿。ひろゆき嫁さん、ええこと言うやん、平等に見てはるわわらわらと、態度を一変させた。ガーシー様、ここへ来て態度を一変させます。一体何があったんでしょうか。そもそも、ひろゆきに行くよりも、嫁を攻撃した方が効果がある、みたいなことを言い出したのは、ガーシー様ですからね。何言い出しっぺが、ひよっとんねん、
という感じですが、何か理由があるのでしょうか。実はひろゆきの奥様である西村ゆか様はツイッターでこんな発言をしています。あのね、お前の旦那は低年齢の大人が、お前の母ちゃんでべそみたいな巻き込み構文はみっともないですよ。私はそのブランドについて何一つ言及したことはありません。〇〇の嫁とか対象を広げて見境なく攻撃するのは幼稚です。これはホリエモンに対してひろゆきの奥様がしたツイートです。あくまでホリエモンに対するツイートなのですが、これのツイートってガーシー様にもかなりクリーンヒットしてますよね。嫁にまで対象を広げて攻撃するのはみっともなくて幼稚、全くその通りで、草ガーシー様はもしかしたらこの発言を見て改心してしまったという可能性も、泣きにしもあらず、ガーシーは、ひろゆきの嫁の SNS なんて、見てないだろ、と思うかもしれませんが、ガーシー様は、ひろゆきの奥様の SNS 投稿を、晒していますから、おそらく見ているはずです。ガーシー様があの発言を見て、ぐっさり来たというのは、完全に私の想像ですが、もしそうだったら面白いですね。他にも、ガーシー様周辺の動きをご紹介します。ガーシー様が所属する、NHK 党の立花隆様は、我々は是々非で判断する、党の人間だから何でもかんでも、かばうようなことはしない。このまま政治と無関係な暴露を続けているようであれば、党としてかばいきれないと話していました。また今後ガーシー様に対する辞職勧告決議などが議論されても、党として特に反対はしないようです。ガーシー様の好感度がここへ来てものすごい勢いで落ちてるので、早くも損切りする準備を始めていますね。この損切りの速さ、私も見習いたいですね。ガーシー様は来年には日本に帰ろうというビジョンはあると帰国する可能性を若干匂わせています。本当疑心暗鬼、帰るとしたら来年の1月から6月くらいということなので、今年は帰らないのかな。ひろゆき様との直接対決はお預けということになりそうですね。残念です。ひろゆき様、代わりにホリエモン様と格闘技の試合でもしてくださいよ。最後までご視聴ありがとうございました。なんとあのひろゆき様がユタボンに言及したそうです。ディスれそうなものはとりあえず何でも全力でディスっていくスタイル。 J キャストニュースから引用します。インターネット掲示板にチャンネル、現在の5チャンネル、解説者のひろゆきこと西村ひろゆきさんが2022年9月8日の YouTube 生配信で、不登校 YouTuber のユタボン13さんについて、こうなりたくないという異例などと語った。ひろゆきさんは8日に言った生配信中、視聴者から寄せられた、どうして勉強しなきゃいけないのと子供が聞いたら何と答えますかという質問への回答で、ユタボンさんについて言及した。ひろゆきさんは頭の悪い人を見せますかね、こんな大人になりたくないでしょっていうなどと持論を展開。視聴者からチャットでユタボン見せればいいといった投稿が複数寄せられると、ひろゆきさんはこれに反応したのか。そうね、掛け算のできない学校に通っていない高校生編集、ユタボンは中学生でしたっけ、掛け算の服ができないけどハーバードに行きたいみたいな子供、日本中からこいつは丸だなって思われてる人を見せて、こうなりたくないよね、99くらい分かった方がいいよねっていうのもいい例なんじゃねえかなと思いますね、などと笑いながら語った。なるほど、その手がありましたか。あながち悪い手でもなさそうなのが草。残念ながら最近ひろゆき様はガーシー様には飽きてしまったようです。悲しいですね。新しいおもちゃが見つかると良いですね。ひろゆき様、このニュースに対して自分の子供には絶対ユタボンを見せないというコメントがあったのが印象的でした。ひろゆき様は数字も持っていますから、これに対してユタボン親子が反論する動画を投稿すれば面白いんですけれども、なんかもうそういうのはやらないんですかね。残念です。ユタボン親子はコメント欄も異常な検閲をしてますし、炎上動画に至ってはコメ欄自体を閉鎖していますし、ツイッターでもリプ制限をかけていますし、ユタボン親子は自分たちに対する批判を異常なまでに恐れているように見えます。あんまりプロレスとかしたくないんでしょうか。さて話は変わりますが、 NHK 党の立花隆様がユタボンを擁護した件について触れます。私は NHK 党の支持者ではありませんが、 NHK を潰すという一点においてのみ立花様を支持しています。ただねー、それでも立花様の主張は完全にエアプ丸出しでしたね。ユタボンエアプ勢がユタボンを擁護するときに言いがちなことをそのまんま言ってるんですよ。擁護するにしても発言に中身がなさすぎる、とりあえず話題になろうという魂胆が見え見えで、ユタボン親子には興味がないんでしょう。例に出された一郎様は子供の頃から毎日のようにバッティングセンターに通っていました。早い時間から球場入りして入念なストレッチを行うことで、現役中ほとんど大きい故障をしていません。そういう努力をしている人と嫌なことから逃げ続けている子供を比べること自体が一郎様に対してあまりにも失礼ですね。確かにユタボンに言及したことで立花様がネットニュースに掲載されています。しかし短期的に話題になったところで筋の通っていないことをすれば、最終的には信用を失ってしまいます。正直ね、立花様に構っても立花様が喜ぶだけだと思うんですよね。だから今まで触れていませんでしたが、何も言わないのもおかしいので言及しました。立花様には NHK をぶっ壊すためにも、なぜ NHK 党の人気が落ちてしまったのか、その理由をもう一度よく考えていただきたいですね。ある時期までは良かったんですけど、NHK と全然関係ないところで世間の評判を落とすようなことをしすぎです。立花様にドン引きしてる人結構多
いんじゃないかな。私も NHK 関連に限っては、彼を応援していますが、マサナをドン引きする部分も多いです。最後までご視聴ありがとうございました。なんと先日、太田光をテレビに出すな、という言葉が、Twitter のトレンドに入ってしまいました。こないだ、統一教会の件で、橋本徹大先生も、トレンド入りしていましたね。これに関して、ひろゆき様が、ウキウキで言及しておられました。スポニチの記事から引用します。2チャンネル創設者で実業家の、ひろゆき氏45が17日、TBS サンデージャポンにリモート生出演、番組 MC の爆笑問題太田光57をめぐり、太田光をテレビに出すな、というワードが Twitter で、トレンド入りしたことに言及した、番組内での世界平和統一家庭連合旧統一教会、をめぐる発言への批判が集まったことで、トレンド入りしたのではという一部報道も、ひろゆき氏はそもそも話が長い、今話すべきトークより先の話をしてしまう、とトレンド入りの原因を推測、太田さんの話が長いのってこういう風なことがあって、こうなったらこうなるよねみたいな、何個もの話をする、全体として聞いたら、大したことないまともな話をしているけど、一部だけ切り取ったら反発を受けるよね、っていう喋り方をしている、なので、もっと短く喋った方がいいと思いますと指摘した。そうかな、そうかも、そういう時もあるかもしれませんが、明らかに変なことを言ってる時があります。あれ何なんでしょうかね、逆張りコメンテーター枠なんでしょうか。また太田光様は過去に、番組の相談コーナーで、収録でたくさん喋っても、ほとんどカットされるんですけど、どうやったら使われますか、と質問しました。するとこれに対してひろゆき様は、いい歳なんで、世間と感覚がずれてるんで、太田さんが面白いと思っても、世間は面白いと思ってないんですよ。もうちょっと自覚された方がいいと思います、とにやけ顔で答えました。太田光様は、立ち直れないです、とショックを受けておられました。いや草、もっと言ってあげてほしいですね。ひろゆき様と太田光様の、ダイレクト対談を開催していただきたいです。太田光様といえば、TBS の選挙特番ですよね。あれマジでひどかったです。政治家の方々に対して、特に政治の知識がない太田光様が、ヘラヘラ笑いながら、失礼な態度で、失礼なことを言いまくるという、しょうもない内容の番組でした。これ映像見たことがない人がいましたら、ぜひ映像を見ていただきたいです。文字で見るよりも、実際の映像の方がはるかにひどいです。太田光の態度が、あまりにも悪いんですよ。私は政治家でもないんですけど、見てるだけで不快でした。まともな神経をしている人間であれば、たとえ演技であれ、あんな失礼な態度は取れないはずです。太田光に政治の知識がなくて、番組のクオリティが低いのは当然のこと、つまらないというのが、最大の問題かなと思います。もろちん、ユーモアの感覚は人それぞれです。でもなんか番組制作側の感覚が、2、30年前でストップしてる感じがしますね。変な政治家も結構いますけど、自分から主体的に動いて、何かを変えようと動いている人たちへの、最低限のリスペクトは必要です。TBS の選挙特番が炎上したのは、政治家に対する、最低限のリスペクトがなかったから、ではないでしょうか。てか太田光様が、バラエティだけではなく、報道番組に出演されていること自体が、テレビ業界のオワコン化を、如実に表していると思います。逆張り芸人をわざわざ、報道番組に持ってきて使う、それは正攻法で面白い番組を、作ることができないからですよね。確かに皆無難なことばかり言う人だと、面白みに欠けてしまいますので、こういう逆張りのしょうもない芸人も必要です。でも太田光様を選挙特番に起用するのは、ちょっと違うんじゃないでしょうか。まあでも逆張りというのは、それだけで需要がありますからね。YouTuber でもしょうもない逆張り動画が、伸びていることがあるでしょ。芸能界もそれと同じです。しょうもない逆張り芸人というだけで、能力が低くても、一定の需要はあります。最後までご視聴ありがとうございました。あの大物インフルエンサー、ひろゆき様が、訴訟もないことで、炎上しています。発端となったのは、ひろゆき様のこちらのツイートです。座り込み、その場に座り込んで動かないこと、目的を遂げるために座って動かない、知らない間に辞書の意味変わりました。沖縄の基地反対抗議の、現地に来てみたら、誰もいなかったので、ひろゆき様が大喜びでツイートした、という流れですね。看板にはこう書かれています。新基地断念まで、座り込み抗議。腹痛3011日。するとこれに対して、沖縄の活動家の方々が、ガチでブチ切れました。この問題は、名護市でも移設容認派が勝っていたり、簡単に結論を出すのが難しい問題です。しかしこの問題に便乗して、私が紹介したいのは、沖縄の活動家の異常性です。本当に異常としか言いようがありません。最初ひろゆき様は特に、基地問題について言及してないんですよね。看板の表現が嘘じゃないの、とおっしゃっているだけで、座り込みという言葉には、その場で座り込んで動かないこと、という意味もありますので、解釈によっては、看板の表現は嘘ということになります。しかし、一部の界隈の方々が、よほど気に食わなかったらしく、ひろゆき離れ、沖縄の人々への侮辱を許さない、という言葉がツイッターでトレンド入りしています。しかしトレンドで検索してみると、これらの言葉がトレンド入りしていることが、おかしいだろ、というツッコミが多かったです。
っ込みんだ場合でも、ツイートにその言葉が含まれているので、トレンド入りしちゃった感じでしょうか。ひろゆき離れについては、ひろゆきは平常運転だろという指摘がありました。沖縄の人々への侮辱を許さない、については、沖縄を一括りにするな、沖縄県民は沖縄の人々とか言わない、などという指摘がありました。さらに沖縄県知事まで、この騒動に反応しました。琉球新報から引用します。沖縄県の玉城デニー知事はいつか、現場で3000日余り抗議を続けてきた。多くの方々に対する敬意は感じられない。残念だと語った。那覇市内で報道陣の取材に答えた。ひろゆきさんはゲート前を訪れ、座り込み抗議の参加者が誰もいなかったことから、抗議日数を示した掲示板について礼日した方が良くない、などと投稿。抗議市民からは基地問題の本質ではない議論、背景を理解してほしいとの声が上がった。玉城知事は投稿は見識の違いだと理解している。ただ投稿に対する波及は、日頃ネットメディアを使っている方なら、十分考えられたのではないかと話した。いやーすごいですね。県知事がお気持ち表明するという、沖縄という場所は特殊です。1972年に返還されるまで、沖縄はアメリカの統治下にありました。沖縄の世論も独特です。琉球新報と沖縄タイムスという、朝日新聞でもびっくりするレベルの、極めてハイレベルな二大新聞社が、県内で強力な影響力を持っています。大手新聞社の影響力が及ばない、特殊な大地、それが沖縄の現実です。それをいいことに、変な活動家の方々が沖縄で、いきり散らかしてるんですよね。例えば活動家がトラックで道路を封鎖して、一般人の通行を邪魔したり、救急車を止めて、撮影しようとしたり、警察でもないのに、勝手に検問をして、無断で顔を撮影してきたり、機動隊に対して、家族に危害を加えることをほのめかすような、脅迫をしたり、米軍に口汚い罵声を浴びせたり、米軍車両の前に飛び出して、意図的に通行を妨害したり、どう考えても普通じゃないですよね。完全に異常です。本来ならば沖縄のマスコミが報道すべき事柄です。今回の騒動で、これらの活動家の問題行動が、SNS で拡散されているのを見ると、私は嬉しくて仕方がありません。ひろゆき様は、こういう状況を意図的に起こしたのでしょうか。いや多分、ただ単に面白そうだから投稿しただけでしょうね。最後までご視聴ありがとうございました。みんな大好き、ひろゆき様が、またとんでもない爆弾発言を、してしまったようです。その内容があまりにもヤバかったので、今回皆様にご紹介します。ニュースビジョンの記事から引用します。ひろゆき氏はこの日、引用したツイッターで、2021年に生まれた子供全員に、1000万円ずつ配ると 8.1 兆円、円財介入 6.3 兆円が1ヶ月で消えましたと指摘した上で 6.3 兆円があれば、日本はもっと景気良くなったのにね、と持論を展開した。財務省は政府日銀が10月に行った為替介入額は、6兆3499億円だったと発表した。これは1ヶ月の円財介入としては、過去最大となるもので、政府は10月以降の為替介入を明らかにしていなかったが、これで円財の覆面介入が明らかになり、日米の金利差拡大による円安局面での介入額は9月からの累計で9兆1881億円となった。これを詳しく報じた動画にひろゆき氏も関心を示した格好だ。6.3 兆円は昔やったドル買い介入で持ってるドルを円に変えただけだからお金は消えてないでしょう。円買い介入が何か分かってないんかひろゆき。これはひろゆきのミス。ドルを円に変えただけで、別に 6.3 兆円を損したわけじゃない。これって利確じゃないの、など、様々な意見が寄せられていた。ひろゆき様、一体どうされたんですか？気は確かですか？あまりにも意味不明な発言なので、あえて意味不明なことを言って、話題になろうとしているのではないか、と疑ってしまうレベルです。ただ為替介入への認識については、ひろゆき様と同じくらいの認識の人も、結構いそうな感じがするので、あまり深くは追求しません。知らないものは、しょうがないですからね。そこで素直に、ごめんなさいすればいいのに、謎の言い訳ツイートをしてしまうところが、ひろゆき様らしくて大好きです。まず為替介入とは何なのでしょうか？最近の為替介入では、政府が保有するドルを売って、円を買う、という介入をすることで、一時的に円高にしました。為替レートというのは、長期では通貨の総量で変動します。希少なものが高くなるのと同じです。円が多いと、円安になり、円が少ないと、円高になります。当然ドルの影響も受ける。政府が大口の円買いをすることで、円の総量が少なくなって、円の希少性が高まり、一時的に円高になります。政府は9月からの累計で、約9兆円の為替介入を行っています。1ドル100円、の時に買ったドルを、1ドル140円、で売っているわけですから、1ドルあたり40円の、売却益が発生します。購入した金額の、約4割の売却益が出ています。ひろゆき様は、6.3 兆円が1ヶ月で消えた、とおっしゃっているわけですが、消えたっていうのは、ちょっと違うんじゃないでしょうか。ちょっと何言ってるかわからないです。これどういうことよ。今の円安もいつまで続くかわからないですし、今のうちに少しずつ利確しとくか、という感じでしょ。むしろどんどん為替介入して、利確していくべきだと思います。むしろこれだけ売却益が出る状況で、為替介入しない意味がわかりません。そもそもひろゆき様、為替介入が何なのか理解してないでしょ。私の考えとしては、どんどん利確して売却益を出すべき、という感じなので、残念ながらひろゆき様のお考えとは、対極になってしまいます。外貨準備とは、
は、為替介入などに使う、準備資産のことです。日本は2021年12月末の時点で、外貨準備を1兆4000億ドル保有しています。これは中国に次いで世界2位の、外貨準備高となっています。そもそも日本は変動相場制の国ですから、完全に為替をコントロールするのは不可能です。黒田総裁もそれは繰り返しおっしゃっています。なら外貨準備を多少減らしたところで、全く問題ないと思いますが、どうでしょうか。そもそも日本の外貨準備多すぎじゃない。って話です。最後までご視聴ありがとうございました。論破王と、論破され王を兼任する、超大物インフルエンサー、ひろゆき様。そんなひろゆき様が、またユタボン君に言及したそうです。ひろゆき様って以前から、自分は格闘強いアピールを、繰り返していますから、ぜひユキヤとブレイキングダウンで戦ってほしいですね。女性自身の記事から引用します。ひろゆきはユタボンさんはある種の芸能人タレントだから、好きにすればいいと思うんですけどとした上で、こう語った、学校に行かなくてもいいんだ。っていう風に思ってしまう子供が増えて、結果として頭の悪い子が社会に増えてしまうことが悪いと思っているので、ユタボンさんが悪いというより、ユタボンさんが引き起こしていることによって当の悪い子供という被害者が生まれることが良くないと思うんですよね。親の操り人形になることで稼いで、家族が増えるようにして、妹たちは学校に行けるようにしてるっていう覚悟を持ってやってる可能性があるので、僕はその中学生の彼自体が悪いかとはあまり思わないんですよね。むしろその制服代すら子供に心配させてしまう親っていう方が良くないんじゃないかなと思ってたりするんですよ。ただし彼の不登校に関する主張についてはやはり反対のようで、とはいえマーチメイドもあるので彼自身は多分なんとかなると思うんですけど、ただなんかそれを真似して不登校で全然うまいこといきませんでした、稼げませんでした、辛いっすっていう子供が増えるので、ああいう主張をするのは良くないんじゃないかなと個人的には思ってますよと締めくくっていた。やっぱりどうあがいても最終的に親が悪いという雪やディスになってしまうわけですね。もし自分の子供がユタボン様を見ていたらもう最悪ですよ。ただユタボン様をガチでリスペクトして自分自身も不登校になるという子供はおそらくほとんどいないんじゃないでしょうか。そこまでのバカはなかなかいないでしょう。小学生低学年くらいのクソガキがユタボン信者になってしまったとしても、そこは親がちゃんと教えれば理解してくれるはずです。っていうかユタボン様の生き方はあまりにも特殊なので、不登校時にとってあまり参考にならないです。例えばユタボン様がフリースクールに行って資格を取ってこういう仕事を目指しているとかなら再現性があるから参考になるんですけど、彼がやってるのは不登校を利用した炎上系 YouTuber というね、再現性が極めて低いことは言うまでもありません。ユタボンが不登校でも大丈夫だから、俺も学校行かなくても大丈夫と考えている子供がもしいるとすれば、それは大きな間違いです。立場が全然違うよねっていう話です。 YouTube の広告収入や支援者からの100万単位の投げ銭が入ってくる状況で、不登校でも大丈夫やぞ感を出されても説得力ないですよね。そもそも不登校で将来が不安という悩みを抱えた子供がユタボン様を見たら、むしろ不快感を覚えると思いますけど、まあ全員がそう思うわけではないでしょうから、中には支持する人もいるかな。不登校の子供で YouTube でバズった人は今まであまりいなかったので、うまいこと立ち回れば本当に不登校のカリスマ的な立ち位置になれる可能性もあったんですけどね。現状だとごく一部の少数の人から支持される色物枠の域を出ていません。クラファンで支援した人の人数は147人と、支援者の人数は意外と少ないです。知名度はやたらありますから、もっと多くの人が支援しててもおかしくないんですけど、炎上系で憎悪を煽っても少数でも支援する人がいれば、そういう商法として成立してしまうのです。いやまさに革命的です。ところでユタボン様は日本一周もいよいよ大詰め、47都道府県目の沖縄県に入ったようです。日本一周スタディ旅行ももうすぐ終わりでしょうか。お疲れ様でした。スタディっていう言葉非常に便利ですよね。日本一周が終わった後もスタディという言葉は定期的に使っていきたいものです。前にも言いましたが再生数が落ちてきたので、そろそろ何かやるかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。